おお。これって、なんてこった。それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛部を中東兵団の迎撃班、中衛を支援班へ。率いる訓練兵団、後衛を中東兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。なお伝令によると、先遣班はすでに全滅したとのことだ。外門が突破され、巨人が侵入してきている。住民の避難が完了するまでウォール・ローゼをし、はっ、なんて今日なんだ。明日から内地に。アッカーマン、お前は後衛部隊に入れ。住民の近くに一人でも多くの精鋭が必要だ。待ってください、私の腕では足手まといになります。おいミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でもエレン、頼みがある。一つだけ。どうか。死なないさ。こんなところで死んで、俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。なあアルミ、こりゃいい機会だと思わねえか。調査兵団に入団する前によ、この初陣で活躍しとけば、俺たちは新兵にしてスピード昇格間違いなしだ。ああ、間違いない。言っとくけど、今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。誰が巨人を多く狩れるか勝負だ。
数をちょろまかすなよ。34班前進、前衛の支援につけ。よし、行くぞ。状況は？先遣班はどうなっているんだ？アルミンとはまとまって行動した方がいいな。アルミンとはぐれちまったみたいな。まずは合流しねえと。頼んだぞ。一緒に行かせて。
やがれ。ドーバッツ追加。外周が取った。
街中に巨人が入り込んでいる。くそ、俺たちで倒すぞ。一緒に戦おう。次はミーナたちがいるはずだ。防具のある方向だ。ミーナたちと合流して、ついでに補給を済ませよう。エレン、アルミン、本部が巨人に襲われてるぞ。まずいな。奴らをどうにかしねえと補給ができねえぞ。わかった。くそ、奴らが本部にまで。まさか前衛の先輩方はやられちまったのか。駆逐してやる。
本部はなんとか無事だね。補給を急ごう。十分な戦果だよな。もらおう。あれは大物のお出ましか。気をつけるんだエレン。何しやがる！待ってやがれ！
よくも登録を。
俺たちを無視する。飛行士だ、考えても無駄だ。早い、精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ。避難完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。カッサバイデル、アッカーマン、住民に近づく巨人を排除しろ。別の機甲士が接近してきます。くそ、また住民に向かっていくぞ。Ah!
潰す。サシャ、なぜここに。仲間とはぐれちゃったんです。助けてください。人たちを見失ってしまいまして。怪我はない。ならすぐに動く。しのいだな。ミカサ・アッカーマンか。あいつは間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。何？おい待て、アッカーマン。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、
俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか！全員で本部を目指せ！やってやる。死んでたまるか！カッサバイト！俺たちも続こう！待て、コニー！これじゃ人数が足りない。まず、近くにいる仲間を集めよう。狙う！俺たちはみんな食われちまうんだ。
あの大きいやつを倒せば本部の中に飛び込めるかもしれない。でも周りにいる巨人の数が多すぎる。いくらミカサでも無茶だよ。するしかねえな。邪魔しないで蹴散らしてやる。
知らせてやる。頼む。次、分かった。どうやったらあんなに早く動けるんだ。いや、いつもみたいな冷静じゃない。このままじゃいずれ。ミカサ！この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。戦え！ごめんなさいエレン、私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわを殺してる。ただひたすら困惑した。巨人が巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。